大丈夫ですか？大丈夫ですか？よかった。死んでるのかと思っちゃった。本当によかった。それじゃ。かわいい子だったのに。かわいかったな。写真撮らせてくれないかしら。あ、こんにちは。私、こういうものです。記事になるようなことがあったら連絡してね。じゃあ。モデルになってほしいのよ。あ、兄ちゃん、兄ちゃん、遊んでよ。あなたが言ってくれるなら。
こんにちは。それじゃあね。めぐみちゃんがね、モデルやってくれるって。人気出るわよ、彼女。こんにちは。うん、ちょっとだけね。ダメよ、恥ずかしいもん。この間は楽しかったね。また一緒に行こうね。きっとよ、約束。めぐみちゃんとはうまくいってる？いいわね。彼女が可愛いと自慢できるでしょう。そうだ、これあげよっか。人気あるみたいよ。今度公園で撮影があるんだけど、来る？こんにちは。ううん、あんまり来ない。今日は友達と来たの。今度はあなたと一緒に来たいな。めぐみちゃんは着替え中よ。こちらはマネージャーの加畑さん。君がめぐみのボーイフレンドかね。あ、来ちゃったの？恥ずかしいわ。つまんなかったでしょ。私、次の撮影があるから。またね。君、あまりめぐみに近づかないでくれたまえ。今が大事な時期なんだ。気にしないで。めぐみちゃん人気があるから神経質になってんのよ。あ、こないだは来てくれてありがとう。私も気をつけろって言われたけど、気にしないで。うん、今日は暇なの。そうだ、これから公園でのんびりしない？ね、いいでしょ。嬉しい。行こう行こう。めぐみちゃんとはどうなの？変な噂を聞いたもんだから。いや、なんでもないのよ。じゃあ。君か。忙しいので失礼するよ。一緒にいるとなんだかリラックスしちゃう。また誘ってね。じゃあ、私これからスタジオに行かなくちゃ。いいこと教えてやろう。めぐみのやつ、カバタに乗り換えたみたいだぜ。
えてみようよ。リラックスしちゃうなんてのはいい友達に言う言葉だよな。はあ、お前はただの友達で本命があんな親父だとは。かわいそうにな。信じたくないのはわかるけど真実なんだよ。また君か。困るな。部外者は立ち入り禁止なんだよ。出てってくれたまえ。あれ？どうしたの？そうなの。次は撮影でハワイに行かなきゃなんないし。そうよ。マネージャーだもの。どうしたのよ。お土産楽しみにしてて。楽しそうだったな。お前といる時よりもずっと。ハワイは楽しいだろうな。夕日が綺麗だね、めぐみ。なんて言われて。想像してみろよ。夜の浜辺で二人っきり。いいムードになってホテルに帰って、ほれ想像してみ。いやー弱いんだよ雰囲気には。あ、こんにちは。ごめんなさい、連絡できなくて。お土産はもう少し待っててね。忙しいのでこの辺で失礼するよ。ごめんね。じゃあ急ぐから。どうしたのよ、元気ないじゃない。めぐみちゃんは帰ってきてるんでしょ。どうしたのよ。聞いちゃったのか。気にしない方がいいと思うよ。大丈夫よ。ダメだったらその時に考えればいいじゃない。そうだ、振られたら私が付き合ってあげるよ。ほら膝枕してあげようか。心配ないって。よしよし。その後どう？結構悩んでるのね。また膝枕してあげよっか。ほらほら、遠慮しないで。周りから見ると私たちってかなりいい関係よね。こんなとこめぐみちゃんが見たらいよいよ最後よね。私、通りかかっただけだから。ああ、行っちゃった。いつまで寝てんのよ。めぐみちゃん勘違いしてたみたい。まあいっか、彼女は彼女だ。こんにちは。いいわよね、お姉さんって感じで。
しいわよ。ごめんなさい、急ぐから。こんにちは。そう？細かいことは気にしないのが一番よね。エミさん、用事思い出しちゃった。さよなら。ごめんね、今急いでるから。私そろそろ帰るね。じゃあさよなら。何が？じゃああの時公園で何してたの？膝枕で？もういい、帰る。そんな噂なんて、私のこと信じてくれないのね。バカ、嫌い。また君か。失礼する。また君か。あまり恵みには近づかないでくれたまえ。失礼するよ。そうよ、あいつやっぱり魔王の手先だったのよ。何言ってるのよ、相手は魔王なのよ、もっとヤバいのよ。待って、これを持って行って、役に立つはずよ。何をしに来たのかね。そうだったのか。でももう遅いよ。恵みは魔王様の生贄になるのだ。恵みの心をお前から引き離すのに苦労したよ。何しろあの子の持ってるオーブは一番パワーがあるからね。そのようだね。だから生贄にするのさ。恵みを助けたければ魔王様のしもべになるんだな。強いね。でももう遅いよ。恵みは魔王様のものだ。封印のオーブはもう二度と輝かないよ。お前が選ばれし者か。よろしい、完全復活の前にお前の力を試してやる。なかなか勇ましいな。だがこの娘はすでに私のものだ。封印のオーブと共に永遠の闇に沈むのだ。なかなかやるな。この
ないぞ。よくやった。今回は封印されてやるが、この次は必ず完全復活してやるからな。ただいま。あなたも地球を守ってたんですね。言ってくれればよかったのに。私、どうしたの？ずっと怖い夢を見てたみたい。ここはスタジオ？公園であなたと別れてから思い出せない。あのね、あの時公園で言ってくれたこと本当？嬉しい。なんて言っていいのかわからない。本当に私のこと好きだって言ってくれるもん。お仕事忙しいけど、時間作っていっぱいデートしようね。そうだ、今度お料理作ってあげるよ。私こう見えてもお料理上手なのよ。ごめん、嬉しくって涙が出てきちゃった。私もあなたのことが大好き。そして、二人のその後は、めぐみちゃんはモデルの仕事が忙しくって、てんてこまいの毎日。あなたとは時間を見つけてはこまめにデートしてるみたいね。この先二人には、今と変わらない幸せな日々を送ってほしいな。頑張り次第ね。